ローは全チーム2戦終了。写真、ロイター。欧州選手権、ユーロ、は、現地時間6月22日にグループリーグの第2試合までが全て終わった。23日からは各組の最終戦が行われて決勝トーナメント進出チームが決まる。画像、ひどい匂いだった、ユーロ観戦のファンにあてがわれた、廃墟の地下牢、のような宿泊場所。 ユーロは2016年から24チームに拡大され、グループリーグは各組の2位以内と3位のうち上位4チームが決勝トーナメント進出する形式になっている。そして、勝ち点が並んだ場合の順位決定は直接対決の成績が先に見られ、次に得失点差や総得点の比較に続く。2位以内を確保するのはもちろん、 過去2大会で勝ち点4の3位となって6分の4に入れず敗退となったチームがいないことから順位と同時に勝ち点4を確保できるのかどうかも一つのポイントになってきそうだ A 組は開催国ドイツが勝ち点6で突破を決めスイスが勝ち点4で続く最終戦はドイツとスイスが直接対決するがスイスは引き分け以上で2位以内が決まる3位のスコットランドは勝ち点1だが 最終戦戦で2連敗のハンガリーと対戦するここでスコットランドが勝利すれば、スイスが敗れたときに勝ち点4で並び2位の可能性がある。スコットランドは引き分けでも3位になり可能性を残すが、勝ち点2での通過は例がない。勝ち点4のラインに乗せる意味でも勝利が必須になる。ハンガリーは勝利して3位を確保し、他グループの結果を待つのみだ。 B 組はスペインが2連勝で首位通過を決め、勝ち点3のイタリアを勝ち点1ずつのアルバニアとクロアチアが追う。最終戦はスペインとアルバニア、イタリアとクロアチアの対戦になる。アルバニアとクロアチアは引き分けでも3位の可能性が残るが、勝ち点2での突破は厳しく勝利が必須だろう。前回王者イタリアは引き分け以上で突破が決まるが、敗れると3位以下が確実に。 仮にアルバニアが勝利を逃して3位を確保しても、勝ち点3で得失点差がマイナスになることを考慮すると突破はかなり微妙なものになる。C 組はイングランド勝ち点4で首位、デンマークとスロベニアが勝ち点2で並び、セルビアが勝ち点1で追う。全チームが突破と敗退の可能性を残すが、最終戦はイングランドとスロベニア、デンマークとセルビアが対戦する。イングランドは引き分け以上。 スロベニアとデンマークは勝利で2位以内が確実になり、引き分けると他会場次第になる。セルビアは勝利しても勝ち点4の3位になるパターンがあるが、それでも突破が有力になりうる。イングランドは敗戦した上でデンマークが勝利すると、勝ち点4の3位になる可能性が。